ねね、うん、バイバイってしてね。双子チャンネル。おはようございます。7月16日金曜日。立っちゃった。はい。グリーンさんです。そして奥にいるのがレッドさんです。固まっております。いい笑顔だな。これはふかしただけだもんね。そうです、炊飯器だね。お昼も終わり、遊び始めたお二人。なんか今日はね、グリーンさんがやたらといろんなので遊びだわ。いや、自分で拾いに行ってきな。うん、自分で拾いに行ってき。取れるっしょ。見守っております。おう。交換してみたら、二人ともちょっとずつ違うよ、それ。ちょっとずつ交換するとね、違いがわかるよ。ちょっとずつって分かってるのかな。うん、あ、何個か落ちたな。夕飯だけで足りなかったか、らしいので、何食べたか見えないな。今何食べてますか。見せてください。ドーナツ。焼きドーナツ。焼きドーナツらしいです。ほっぺたて、もうちょっと下だな。頭たたいて、後頭部だなって。美味しいらしいです。こちらの態度の悪いお兄ちゃん、ドーナツだけは真剣に食べてます。ね、キラキラだな。見つかっちゃった。ほんと素直だよね。そうだね、半分個ずつしようか。落ち着いてください。なに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 、なんか若干残念そうな感じの声出された感じがする。あ、茶色いドーナツ見たことないからだよ。そっか、チョコあげたことないから、なんかちょっとやべえもんだと思ってる。うん、うん、カロリーミルク。
どうなんだ、美味しいのかな。食べる、うん、美味しいですか。さっきのやつより進むのがあるの、半分でよかった。まだチョコ早いのかな。さっきのドーナツの方が美味しかったのかな。え、なんか進んだ全然ない。これ反応があんま良くないね。え、どうせこっちの方が多いよ。もう行くよ。うわ、寝る前だよ。なんでこの恥を入れんのよ、あんたたち。ねえねえって、ねえねえするよ。ねえねえ、うん、バイバイってしてね。今日届いた電車の図鑑です。明日子供たちに見せてみようと思います。